どうもゴルプリンポーです。ポーです。ジョーです。はい。今回は、アイアンの指導をしてみたいと思います。ゼクシオクロスです。すごい飛び系のアイアンになるんですが、まあ、ちなみになんだけど、まあ、シャープ0、0番アイアン。アイアンはどこまでこう飛ばすことができるのかっていうことで、うん、まあ、0番アイアン打ちたいということで、うん、まあ、一応、0番から、まあ、その下が5。から S まであるんだけど、一応全部借りたのね、うん、で、まあ一番はやっぱ0番打ちたいからだけど、うん、今回まあ打った番手で言うと、まあ、その0番と5番と7番、まあ、あとはウェッジに関してはまあ打たなかったんだけど、うん、特徴としては最初が2浮き刻みとかになってる、5番が21、その次がまあ23、25、28とかで、最後の方がもう6度7度とか刻み方がね、ウェッジに行くとそんな感じの飛び系のやつで、シャフトはカーボンの純正の S でしたね。 50g 台だったと思います。打ったのは量なんですけど、うん、基本的に友が一部動画であるんだけど全くアンダースペック打ててなかったから、うん、引くほどえって思うぐらい、まあ、なので、まあ、基本的には量が打ってるところを、まずは見てもらおうかな。あ、見てもらいましょう。はい、はい、どうぞ。
超えた。だがまず、7番で25度なので、うん、まあ、僕のね、自分の持ってるアイアンの5番アイアンが25度かな、一緒ぐらいなので、まあ、200はいくと思うんですよ。まあ、だけど、結構振ったら210とか、うん、やっぱ軽さもあるし、いくし、めちゃくちゃ球は上がるんだけど、うん、僕は結構ね、アンダースティック打つのは好きだしね、ヤマハの UD プラス2とか、ああいうのでも結構、まあ、そんなに打てないってことはないので、5番だね、5番は21度なので、さらに、まあ、僕の場合は4番アイアンが21度入れているので、それと同じだけど、それよりも若干、飛ぶんだけど、230とかだったと思う。うん、若干でも、やっぱこの辺からすごいね、急に巻き玉系になったりとか、それを嫌ってこうね、フェードっぽいんだけど、すごい上に上がる球になったりとかするけど。まあこれは完全にまあネタ動画として、うん、まあ実際これを使う人っていうのはヘッドスピードね、ドライバーで50とかありえないわけだから、うん、40もいかないもんね、多分30後半でしょ、 5、6とかだと思うよ、うん、こういうアイアン使う人たちって。これで高さが、まあ、出るヘッドではあるっていうのはすごいわかるんだけど、うんうん、やっぱりそのインパクトのこのロフトであったり球の高さで、うん、もうまともにアイアン上がらないっていう場合は、うん、まあもうダメだろうけど、うん、そしてこのシャープ0 17度ですよ、17度なんだけど、もう志田継続10球ちょっとぐらい打ったら、あのカラカラ言い出してバッジが裏の取れるっていうね、あれも基本的に多分接着剤というか、うん、テープが剥がれただけなので、うんうん、一応、まあ、あのレンタルしたやつだから返品して、ただ多分本当その部品のね剥がれだけだったと思うんだけどね、直打ちしかしてないのよ、ティーアップして打ったらもっと本当はこうね捕まった球でいけるかもしれないけど、うん、普通にキャリーで250近くまでいきそうだったので、うん、シャフトをねあのちょっとハイブリッド用みたいなさやつ入れて 80g ぐらいとか、うん、そしたらもっと飛ぶかもしれないし、球抑え込むの大変じゃない？そうそうそう。そう、上がるからね。そうなのよ。なので、まあ、シャフトでね、ちょっと抑え込めなり、インパクトをこう、球、吹かないようにって感じもあるけど、まあ、スピン量に関しては、あの、若干僕がフェード目で、ほら、あの、直打ちだから、スピンが入って、多分、4000回転ぐらい。ティーアップで綺麗にこう、うまく打てたら3000回転ぐらいで、ちょっとランも出るような、うん、ラン出ないな、あの高さ出たら打ち方的に。なのでまあ面白いクラブではあるよなっていう印象。だってそのためだけに借りたわけだから、だけど壊れたっていう、うん、もったいない、もうちょっと打ちたかったなっていう。機会があったらまたね、そう借りたいぐらいだけど、うん、これ単品で買えるの？単品、そのシャープゼロは単品で売ってるんですよ。そう、ちょっとでも面白いは面白いかなっていうふうに思ったね。まあ、そんな感じです。はい、ありがとうございました。